マルムストローム空軍基地大佐にちなみ、マルムストローム空軍基地へ解消された。1959年12月23日、アメリカ空軍弾道ミサイル委員会は、マルムストローム空軍基地を LGM-30 エタ陸艦、弾道ミサイルの配備基地に選定し、1961年7月15日に第341戦略ミサイル航空団が編成された。 1963年7月3日に第341戦略ミサイル航空団例下の3個ミサイル飛行隊が運用可能となり、1965年には LGM-30B を運用する1個ミサイル飛行隊が編成され、他の3個飛行隊も LGM-30B へ換装された。1989年7月7日、第40航空次が編成され、 マルムストローム空軍基地の要因の3分の1に当たる約1800人が割り当てられた。1991年の第一次戦略兵器削減条約の締結後、LGM-30B が退役することとなり、マルムストローム空軍基地にはノースダコタ州グランドフォークス空軍基地から LGM-30G が移設された。ありがとうございます。